皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は本の紹介をします。三行で完全にわかる日本史という本です。これ集英社から出ている本です。実際にじゃあ三行だけ読んで日本史完全にわかるか、これはちょっと無理だと思います。でもね、この三行が面白いんですよ。あ、こんなことかって分かるように上手に面白くまとめてあると。この三行のラベリング、その出来事をまとめた短い文章ですね。これを読むと日本の歴史について、あ、こういうこと、こういう流れ、あ、こういう人だったんだってざっくりと、その内容がざっくりと理解できて納得できると、そういう内容になっている本です。難しくないしね、面白いんですね。これを書いた著者の方、野島博之さんという方なんですけど、この方は本の前の部分でこんな風に言っています。日本の若者は自分の立ち位置を確認する機会を与えられないまま、ね、持たされないままに教育を受けていると。だから日本は海外から注目されることも多いのに、私たち日本人は日本の歴史についての知識が少なすぎる。だから現在を認識することも未来の方向性を決めることも難しいと、できない、こんなふうに言ってるんですね。だから私はこれを書いたんだよと。この本はその不足している知識を補うためのサプリとして書いているんだと、こう述べているんですけれど、単純に私の感想、この本は日本の歴史を短時間で楽しく振り返ることができる本だと、これが私の感想です。なぜそうなのかというと、この産業ラベリングですね、産業でその出来事を説明している文章、箇条書きのようになっているんですけれど、その歴史上の人物、出来事、要素を砕けた言葉で、分かりやすい言葉でね、砕けた、ちょっとふざけたような言葉も入っていると、そういう言葉で、そういう言葉を使って説明しているんですね。だから誰にでも分かる書き方になっていると。だからもし学校で歴史が苦手と嫌いという人も、きっとこれ読むと、あ、面白いんだなって、あ、こういうことだったんだなって分かると思うんですよ。そしてそこで興味を持てたら、そのラベリングの裏のページに一コマの漫画と一緒に、その説明している言葉についてさらに詳しい内容、ね、さらにと言ってもそんな詳しいです。もう少しだけ詳しくその内容を説明してあるページがあるんですね。ですからこの本、歴史を興味ないという人も読んで、ああ面白いなときっと感じられる本だと思っています。ですから歴史が苦手な人もぜひね、もし図書館に行ったらこの本を探してペラペラってめくってみてください。きっと、ああこういうことがね、面白いなと感じる部分があると思います。今日は三行で完全にわかる日本史という本を紹介しました。最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。